リクが死んでから5日が経ちました。こら皆さんやめてください。毎年なんかこの時期タケノコ食べちゃうんだよね。こら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 やめてやめてやめて、なんでタケノコ食うんだろうな。はい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 、まあリクがいなくなったこと以外は平常運転なんですが、こーら熱い、まあ、こちらは相変わらずリク君目の敵にされております。いやー今年もバラがなんとか元気に一冬越せて青々としてますが、ちょっとこのつるバラはダメそうやな。京成バラ園さんで買ったやつはやっぱすごい元気ですね。信頼でしたけど、ここに陸の骨を一部埋めました。ここを原社の墓としております。まあ、今年は紫のこの花が咲けばいいんですけどね。去年は全部つぼみ取っちゃったんで、今年は咲くことを願いましょう。こう陸がないと寂しいですね。寂しいですね。なんかこう YouTube のコメントですごい皆さんから、まあ、空の上でとかね、虹の橋をとかってすごい言ってくれて、昔はなんかこういった概念ってね、気休めの言葉でしかないなってすごい思ってたんですけどね。やっぱこの概念があるのとないのってすごいなんか心のこの持ちようっていうのはね、やっぱ変わってきますね。逆にね、それをね想像してしまって涙が出てしまうっていうのもあるんですけどね。どうしようとかね、まあ、とこうやってこう陸に関する何かをこう考えたり口にするだけですごいやっぱりね、まだ情緒不安定になるんですけどね。本当に昔の誰かがこう胸にぽっかり穴が開いたっていうこの表現は本当すごい的確というかね、何なんでしょうね。 5,6 年前にエルが死んだ時もね、やっぱりあの時はもうね、完璧に休止だったんでね、心の準備何もできてなかったですけど、あの時もやっぱ数日はね、なんかやっぱり泣いちゃいましたね。子犬を死産する
シザンデラックスっていうのとまたちょっとどころじゃないなっていうか喪失感がやっぱありましたからね。まあその時の多分今50倍ぐらいのが来てますけどね。なんか運転してる時もふっと思い出すとこう込み上げてくるものがあってね、非常に危ないんですけど、まあしょうがないですね。犬を飼うということはこういうことワンセットなんでね。まあなんかあの元気出してくださいっていうコメントをたくさんいただいて本当ありがたいんですけど、まあ元気はあるのよね。元気もあるし、別に食欲が落ちてるわけでもないし、普通にビールとか飲んでるんですけどね。こう日常がちょっと今色あせてるような感じの、なんでしょうね、こう笑えなくなってきたっていうかね。まあ人間こうやってちょっとね鬱とかになってくからね、やっぱね忙しくしないとね、まあ、草刈りもしなきゃいけないし今から。まあしばらくはちょっと仕事を頑張ってゴルフ練習してちょっとねしばらくちょっと気を紛らわしたいと思いますけど、また気が向いたらみんなの様子ちょっと動画で撮ろうと思います。すみません、あのコメントいただいた方本当にありがとうございました。